ようございます。雪が降る中、気温は1度、風が強いので体感気温はもっと寒く感じると思います。改めましておはようございます。先ほどスマホの気温で1度、風が吹いてるし雪が降ってるので体感気温はもっと寒いと思います。この極寒の状況の中、私はロマネスコの収穫をしております。はい、この感じで大きくなったロマネスコを収穫して どことはあんまりちょっと言えないんですけど、学校給食に出させていただきます。上郡町ではないです。